時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、1月18日、映画キネマの神様公式ツイッターより、第45回日本アカデミー賞映画キネマの神様作品賞ほか7部門で優秀賞を受賞ということでね、おめでとうございます。まずは優秀作品賞で、キネマの神様が選ばれております。そして、優秀脚本賞として山田洋次監督と朝原雄三さんが、脚本賞、優秀撮影賞近森慎二さん、そして優秀照明賞土山正人さん、優秀音楽賞として、岩城太郎さん、優秀美術賞として西村隆さん、優秀録音賞として永村翔太さん、そして最後に優秀編集賞として石島和秀さんと、ね、作品賞他7部門で、こちらのね、優秀賞を受賞という形になっております。再度キネマの神様のストーリーを、ご説明させてもらいますが、Google の、ね、検索トップページからの引用でございますが、かつて映画監督を志すも夢破れ、今やギャンブルに明け暮れる借金まみれのゴー、妻や娘にもすっかり見放されている。そんな中、幻となったゴーの初監督作品の脚本を読んだ孫のユータは、その内容に感銘を受け脚本賞に挑戦することを提案。ゴーは自身の作品と向き合いながら映画への愛を再確認していくというね、2021年8月6日公開のキネマの神様でございますが、今後は、ブルーレイが、2月2日、2022年の2222ですね、2もっとが5つか2222、分かりやすいですね、ブルーレイ、DVD が発売という予定になっております。まあ、ジュリーはね、本当にあの、昨年から、いろんな賞をね、受賞ずくめという形で、今回このキネマの神様も、優秀、ね、作品賞ということで、まあ、非常に喜ばしいことでございます。今後のね、皆様のご活躍をお祈り申し上げます。お送りしましたレモジュリーニュース1830、このコーナーを含みます。月曜日から金曜日6時半にジュリーの最新情報、楽曲をご紹介するサイト、レモンジュリーステーション、こちらのサイトもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらのサイトもよろしくお願いします。不思議レモンでした。